どうしたの？汗かいちゃった。手拭きたいよ。手拭きたいのね。はい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 。にゃん。そんな時はこちらです。エピスタ、プロプル優しいウェットティッシュ。誕生。ナノの力で優しく拭いてしっかり守る。肌に優しいオールインワンタイプのウェットティッシュ。大豆をナノの力で洗礼させた全く新しい洗浄剤を使用したウェットティッシュです。ティッシュでは落としきれなかった汚れや匂い、不快感もさよなら。ただ拭くだけで皮脂、汚れをしっかり浮かし出し取り去り、汚れから保護。また大豆の成分が保湿するから清潔に、そして健やかに保ちます。清潔といつも一緒に。有限会社エピスタの西所千佳子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は3つのタイプをご用意していただいたんですよね。はい、そうですね。こちらの3つのタイプなんですけど、はい、まずは今日はこの大きいタイプを使ってもらいたいと思います。はい、大きいね。はい、ね、珍しい大きいの。はい、あの赤ちゃんのお尻拭きなどと同じぐらいのサイズなんですね。そっか、お尻拭くのはやっぱね、これぐらいのサイズじゃないと。そうなんですよ。でノンアルコールだから、はい、デリケートなそういった赤ちゃんのお尻拭き、うん、それから介護の時にも便利というふうに言われてますし、あ、はい、あの簡単なメイクでしたらお化粧落としなんかにも使っていただけます。お化粧落としの、リサさんぴったりじゃないですか。ね、そうですよね。ということでちょっとおぐねえさんの手をお借りしまして、例えばこの口紅、油分が多いですよね。結構濃い色を出してきましたね。そうですね。まあ、例えばこうやって、でもこうやってこう押さえていただいて、そうしますとこうしている間にその大豆の成分が汚れを浮かせてくれるんです。染み込んでるの。はい、ですからこうやって、あ、あら、結構簡単、そんな商品はこすってませんよね。ほとんどスッとやって、あんなに鋭利な、こういうのが、はい、これはすごい。そうなんです。あら、綺麗になっちゃった。そうなんです。本当だ。簡単なメイクでしたらお使いいただけます。いらない。そしてすごいしっとりだろう。そうなんですよ。何これ。あの例えばですね、スポーツの後ですとか、うん、シャワーを浴びたいのに時間がない、うん、それからアウトドア、うん、そして車の中って本当は洗いたいんだけど洗えないってことがありますよね。そういう時にも便利にお使いいただけたらと思います。大事だね。すごい。そうか、スポーツの後ですね。何でも拭けちゃうんだ。西所さん、本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。